まあ、その辺、じゃあ将来どないしていくのかと、まあ、要するに税金のことっていうのは、何も今年の税制改正はどないになりましたという話ももちろんあるんですけど、そうじゃなくて、これから先の10年、20年、日本はね、どうなっていくのかということを考えながら、やっぱり税金のことも考えていけない、これ、租税戦略っていうんですけどね、まあ、そういった部分もですね、やっぱり、まあ、大きな視野で物事を考えながら、目の前のところを片付けていくということを考えていくわけですね。で、まあ、税金の世界から言うと、どっちかというと、これから日本は法人税誘導ですね、税金の世界で言ったら所得税を上げていく、法人税を減らしていく、そうすると、法人税の税率が下がると、どっちか言ったら法人税で払った方が得よというイメージが出てくるんですけどね、まあ、そういう世界が出ていくみたいなんですよね。それをすることによって、じゃあどうなっていくのかということもちょっと知っておいた上で、まあまあ、これから10年、20年ね、考えていかなかった。と同時に、まあ目の前の立ち止まって決算をどうするのかということも当然あるのでね、まあ、いろいろ考えていきましょうということなんですね。まあ去年は、私も、だから去年から今年にかけて、まあ、散々でしたね。まあ、散々というのは変ですけど、去年の年末に宮崎で、博多でですね、なんか夜飲みに行ったわけですね。九州の人は飲むことしか知りませんので、必ずとか言ったら必ず飲みに連れて行かれますので、その時にですね、どこでもらったのかどうしたか分かりませんけど、まあ、次の日は宮崎でお仕事せなあかんので、博多で泊まって、宮崎に行くとき、朝起きたときに、揚げ下げしたわけですね。もう別れの時、ノロウイルスですな、感染性胃腸炎ってやつね、で、まあ、もうでも今は宮崎に仕事に行かなあかんと思うんですから、まあ、仕方なく飛行機に乗って行ったわけですけどね、まあ降りた時にもうええと荷物持てないっていう感じで、でまあちょうどお客さんがですね、病院でございますから、私とかまあなんせお客さんのお医者さんが多いっていうのが、もう何言ってもいざとなった時にね、一番頼りなのはお医者さんでございますからね。でそこでまあちょっと調子悪いんですけど、脳神経外科でしたけどね、行って調子悪いんですけどって言ったら、まあ熱下がったら39度5番でしたね。で、夕食のクリニックですから即入院ということで、熱が下がるまでは退院させん言われてね、なあほなかって仕事もあるのにと思いながら、でしましたけど、やっぱり退院させて熱下がるまでは絶対あかん言われて、ずーっとめったに徹底的には受けへんですけどね、なんかね、年に1回倒れてたらいつも宮崎なんですよ、私。だからまあ、その時も、まあ、土曜日でしたけどね、土曜日行って、その日泊まれって言われて、で日曜日、ぽかぽか、下がりましたもんですから、日曜日に帰らせてもらった、ずっと全摘したままでございましたね。でもまあ、全摘したおかげで、毒素が出たんでしょうね、もともと体の毒の塊ですから、おかげでスキッとしましたけどね。でそれがあって、今年この間、先週ですね、インフルエンザにかかってしまったというね、はい、やっぱり体が弱っとくんですよね、はい、仕方ないですね、働きすぎでございますからね、働きすぎと稼ぐとは意味が違いますからね、今日お話しますけど、儲けるっていうことと稼ぐっていうことは違いますからね、それと一緒でございますね、まあ、本当に偉い目なんですね、それともう一つは、別にまあ、これは偉い目っていうのも違う意味の偉い目ですけど、28日まで日本で仕事をさせて